ワイドベース歩行はバランス能力低下のために捕獲を広げて支持基底面を拡大する特徴があり、筋力低下、運動制御、神経系の障害等が原因となります。バランス能力が低下しているため歩行速度や歩幅が低下している例が多く見られます。この例でも歩行速度が 0.2mm/秒と非常に遅くなっています。この動画の例で最も特徴的なのは、捕獲を広げるために側行角が大きな値を示し、足の動きを示す着地角度、位置角度、足の高さ、プロネーション、スイング幅が軒並み小さな値を示している点です。推進力を得られない代わりに身体を左右へ揺らして下肢を前方に運ぶ代償運動が観察されます。